皆様、こんにちは。元気ですか？共通テスト、大学入学共通テストの現代社会と日本史 B の自己採点が終わったので、報告したいと思います。現代社会の自己採点、78点でした。あと1問、正解すれば8割に到達できて、一般常識の免除になったんですけど、すごいショックです。あと1問っていうところで、いつもこういうあとちょっとのところで落とす機会が多いので、本当にショックです。日本史 B に関しては、51点でした。日本史 B に関しては、去年11月29日に受けた日本歴史能力検定の日本史2級に合格していたんで、その合格がある程度自己採点で分かった後も全然勉強しなかったんで、ちょっと点数が落ちたと思います。もうその分時間をずっと現代社会8割取れるように、全部勉強の時間を現代社会に費やしていたんで、あと1問っていうところで78点はすごい悔しいです。すごいショックです。でも、もう過ぎ去ったことなんで、もうしょうがないんですけど、今年から大学入学共通テストになって、ちょっと現代社会も難しくなっていると思うので、できればガイドラインの改正で 7割以上で免除できるようになればいいなって願っています。でも、まあ過ぎ去ったことなんで、まあ、気を改めて、今年は日本地理が、受験科目なので、受験、地理を勉強しながら、一般常識も念のためちょっとずつ見ていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ここで失礼いたします。